こんばんは、三輪忍です。この動画は5分間謎解きミステリー問題編です。それでは始めさせていただきます。今回の話は、リューベンさんの不意の目覚め。問題は、なくなったものは何か。それでは、どうぞ。目を覚ますと、同時に視界に広がったのは暗闇だった。昨晩は会社の一大プロジェクトとも言える案件が無事終了し、上司や同僚と祝賀会を開いていた。しかし、以降の記憶が全くない。酔いのせいもあるが、大仕事もあってか、この1ヶ月の睡眠時間がかなり少なかったということもあるだろう。疲労がたまりに溜まっている。枕元に置いている時計を手探りで探し出し、発光ボタンを押す。3時20分、緑色に光る時計盤が映し出される。昨夜はそう遅くまで飲んでいたというわけではないが、ここまで早く起きた自分に驚く。一日寝たって寝足りないコンディションではあるが、根付いた習慣というのは恐ろしいものだ。しかし、プロジェクトが終了した今では、少なくとも年度いっぱいまでは落ち着けるだろう。休日返上や徹夜をする羽目はしばらくはないはずだ。明日からは土曜日曜に祝日を入れて3連休だ。この連休で溜まった疲れを癒すことにしよう。ベッドから身を出し、闇に包まれた部屋を感覚で照明スイッチまで歩く。照明をオンにすると同時に部屋に光が包まれる。妙に寒気を感じると思ったら、カーテンどころか窓すら開けっぱなしの状態だ。寒風が堂々と部屋の中に入ってきていた。おもむろにテーブルに置いたスマートフォンを手に取り、天気予報のアプリケーションを開く。起動と同時に今日の天気予報が表示される。12月24日土曜日、晴れ。最高気温は6度、最低気温はマイナス1度。昨日の雨とは打って変わってお出かけ日和と。確か今日は雨が降る予報だった気がするが、どうやら晴れるようだ。念のためなくしてしまった折りたたみ傘を一昨日コンビニで買い直していたはずだが、出番はまだないようだ。しかし今日もまた一段と冷えるようだ。部屋の照明をオフにし、再び部屋が黒一色になる。ベッドに入り込むと同時に眠りにつこうとする。しかし何かがおかしい。感覚的に違和感を覚えたのだ。再度ベッドから身を出し外を眺める。この家から離れた位置にある住宅街がよく見える。あまり気づかなかったが、意識してみると、割と景色がいいものじゃないか。住宅街の光と国道でしきりなく走る車のライトが相まって、都会の夜景とは違った味のある夜景が広がっていた。その時スマートフォンのアラームが鳴る。ああ、そうだ。クリスマスイブは彼女とディナーに出かける予定だった。18時の待ち合わせに間に合うよう、待ち合わせの2時間半前の時刻にアラームを日にち指定単発でセットしていたのだった。あれ？でもそれは明日じゃなかったか？感じていた違和感がより一層強くなる。寝ぼけ眼で回転しない脳を精一杯回す。ああ、そうか。そういうことか。アラームが鳴り続けるスマートフォンを手に気づいてしまった。ない。なくなっている。問題。なくなったものは何か。それでは回答編でお会いしましょう。お相手は三輪忍でした。